皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。はい、今日は作業をしていきます。今日の作業は、はい、ブーブーマテリアルのこのムラなく光る LED ウインカーのフロント側になります。はい、フロントのバルブですが、このデッセイの場合は、ボンネットからのアクセスじゃなくて、このタイヤハウスの、ここについてこの、これヘッドライト、ここの一番端っこについてるんですけど、大体こうボンネットの中からアクセスできるんですが、この方と RB1 のデッセイ、RC はちょっと分かんないし、RA も分かんないんですけど、RB はここから、タイヤハウスから、なのでここからアクセスして交換しようと思います。ここからアクセスはこれです。はい、ここですね。はい、このクリップ、クリップなんですね。それ、このクリップを取っていこうと思うんですが、見て見て、何？じゃーん。これね、クリップ外し。A 門から出てる。まだこれ開けてないです。そうだね。そうね、大体こういうのでいっちゃうんですよ。こういうのでね。これをね、ちょっと使ってみようかな。了解です。今回ね、ちょっと簡単な作業なんでね、こいつを使ってみて。これね、使うのでこいつです。ここですね。これ指もう汗かいて全く履けないんですよ。で、こいつを取っていきたいんですが、結構簡単に取れますね。なんかね、ここに切り欠きがあると思うんですよ、両サイドに。この切り欠きにこれをこう合わせてグイグイグイってやってパカパカ。ではでも劣化ですごいパキパキ折れてる。やばいね、それ。違うのに交換していきましょう。はい、了解です。なんかすごいもうボロボロね。入れた。ここからこう開けるんですよ。一箇所だけ開ければいいんですか、そこ。多分いくよ、ほら。本当だ。で、手探りでやってるんですが、本当頭覗けばいいんですけど、覗くと撮影できないんで。一回でも覗きます。大丈夫。これ。はい。これ。俺の手袋が白いの見える。見える。これじゃない？これをね、回してみると、ほらウインカー。本当ですね。こいつを外して、このね、こいつにパチンと。パチンと。なんかはまりが悪いから逆にしとこう。はい。こうはめるだけです。はい。で、ちょっとハザードつけてくれ。はい、了解。ついたついた。オッケー。確認できたので、こいつをね、戻していくんですが、またね、手探りで戻ってるんですけど、大体この辺かなっていうのをこう見ながら、先に指でこう確認してもいいですけど、ここじゃない？ほら。あとははまる方向にはまらないんで、はまったら、終わり。ここを、こういったとこ戻すのが難儀じゃない？逆にね。逆に戻りにくいかもね。そうそう。こんな感じだね。こいつだね、ガンは。そうだね、入りづらいかも。入ったんじゃない？入ったみたい。入りましたね。バッチリね。で、クリップを戻すんですけど、このいうクリップがちょっとあるか見てきます。了解です。はい。代替クリップを探したんですけど、これと同じ太さがないんですよ。そうね。形は似てるんですけど。形はね。でんすよ。こっち側がね。でんすよ。はまるところが太くって。これぐらい？そうそう、これね、ちょっと使い込んで、こいつちょっと、とりあえず代替しておきましょうか。そうですね。これはね、ネジ式なんでね。はい、ですよね。こうやってねじ込んでいくタイプになりますね。はい。こうやって。こうね。はい。それでじゃあちょっと代替で同じ太さのやつ入れときましょう。はい。こいつをここに入れまして。はい。ここに入れて。あとこいつをググッと。グッと。はい。はい、これで OK です。これはこれでいいんですか。あ、なるほど。はい、OK です。はい。あ、緩めるときにこう回してあげる。ああ、そういうことなんですね。いいんですけど、緩めるときも多分俺はこれです。あ、クリップでと。とりあえずこいつがちゃんと止まってるか。止まってますね。はい、止まりましたね。しっかりと止まってますよ。大丈夫ですよ。OK です。はい、これで完成です。はい、じゃあね。はい。逆側をね。はい。また。やっていきたいと思いますね。はい。はい。では逆側行きます。ちょっと言うの忘れたんですけど、こう邪魔になるんで、この角度をねしっかりと。そして側は右折、右側前切り。こっちやるときは左前切りで。ではまずねこのクリップ。はい、クリップ。さっき劣化で折れたクリップを。取っていきましょう。はい。こっちはでも折れてないね。大丈夫だね。でもなんかそれいいけどまあ大丈夫でした。まあね。はい。で取れたら。うん。さっきと一緒。はい。ここからグイグイっとそうなんですね。そう。こういってね。うん、はい。はいね、今回はね、ここ俺の白い手袋の指を、はい、見える、うん、まだ終える見えるかもこいつ、うん、あ、はいはいはい、じゃあ離せてそっちなんだね、はいはい、コネクター見ない、うん、カプラみたいなあるかも、うんね、あいつを、うん、じゃあちょっと回してみますか、うん、はい逆手なんでねそうだねいくよ逆手はダメじゃあ回します、はい、お残りがいるか。はい。こいつ。はいはい。こいつ。あ、来た。うん。本当だ。はい。はい。こいつ。出てきました。はい。こいつでございます。見えましたか。はい。なかなかね、ちょっと撮影しにくいですね。場所だよね。俺も見えないんで手探りなんですけど。はい。はい。久しぶりにね。で、こいつをね、外します。はい。こいつはね。こいつは本当。よいしょ。あ、取れたよかった。で。何ですかそれ？それ何ですか？はい。それでこれを。ブーマテリアルのね、また玉を入れていきます。はい。はい、はい、これではまりましたね。はい、はまりました。で、次に、はい、ついたやつをね、取っとく。動作確認をしていきます。はい。はい、つきました。落ちた？うん。はい。返すだけなんですが、返す場所はこっちの端っこの方だと思うんですけど、ここ、ここだと思うんですよ。はいはい。終わり。あ、もう終わったの。終わった。これが一番今回のめんどくさいね。でもこれ夏だから柔らかくなってるからいいけど、冬やると地獄見そうだね。そうだね。硬い時にやったことあるもんね。なんか違う車でね。大変そうだった。確かに。でしょ。で、はまったので、こいつを、はい終わり。終わりましたね。これで完了です。はい、OK です。さっきリアにリレー組んだんで、今ハイフラしたになってないんですが、これ組まないとハイフラッチャーになるんですよ。ああ、そうですよね、はい、うん、でもしフロントだけ LED ウインカーにしたかったら、うん、こうフロントにエンジンルームとか、うん、こっち側にリレー組んでもリレーじゃねえや抵抗、うん、これでも全然 OK です。はいはいはい、俺はリアをバラしたんでリアに組みましたが、うんうん、フロント側に抵抗を組んでも全然 OK です。はいはい、だからフロントからアクセスしてウインカー交換するタイプのやつだったら、ボンネット内にステーとか両面テープ使って、ウインカー線に抵抗をかますでも OK です。本当どっかのウインカーの部分に抵抗をかませる、フロントだろうがリアだろうが、もしくはリレー制御してるんだったらウインカーリレー、まあ、オデッセイ RB1 オデッセイの時はウインカーリレーで制御してたんですよ。四角いでダイヤルついてて、回すと速さ変えれたり、ボタンポチポチって押すと速さ変えれたりっていう黄色い箱型で制御してたんですけど、今回はねそれがないので抵抗で制御していました。今回はねフロントのウインカー、はい、LED、はい、ブーブーマテリアルさんの商品で交換をしてみました。ということでご視聴ありがとうございました。